おはようございます。ここはね、群馬県の群馬藤岡駅ですね。なんでこのところにいるのかと言いますと、この群馬藤岡駅ってすごいね、面白い信号機があると聞いてね、ちょっとやってきたんですけれども、それが信号機はなんだ、関東唯一らしくてですね、しかもなんと2022年度中に撤去されるという噂を聞いたので、ちょっと速攻でね、駆けつけてきたって感じです。駅はね、すぐそこにありますので、では行っていきたいと思います。これがね、面白い形の信号機となっております。いわゆるね、UFO 型信号機と言われるものなんですけれども、まあね、こういう信号機ってよく仙台とか宮城の方によくあったみたいなんですけど、どんどん撤去されまして、関東地方ではここ唯一です。しかもこれが撤去されるって言うんですよ。うわー、怖い怖い。しかもなんか見たことある人はいると思うんですけど、愛知県とかの大洲にもね、こういう似たような形の信号機がありますけど、あれはちょっと違う感じがしますね。あ、別に中に歩行者用信号機あるわけじゃないですよ。てかこの信号機歩行者用信号ないし、主信号の指示に従えって話なんですけれども、うわ、銘柄って多分これいいのかな、 UC 型交通信号制御と書いてるけど、これでいいのかな。こういうと工業作ってますけど、2002年12月って製造になってますけど、これで合ってんのかな。あっちに本体の信号名がついてます。これ合ってんのか分かんないですけど、まあそういう感じで、そういう信号機があります。これが藤岡駅がすぐそこですね。もう徒歩2分ぐらいところにありますよと話です。ちなみにこうやって4つの、ね、角型になっている信号機って本当珍しいですけども、別に一個一個分解すればあちこちありますよ。茨城県とかにもあるみたいですけども、角型でも完全につながった信号機っていうのは本当にここ唯一で、関東地方ですけども、もう大阪とかにあるみたいですけども、滋賀県は結構縦型でなんかアメリカの信号機を連想させたりして、まあ、色も茶色いですし、でも関東ではここだけですっていうね。しかも撤去されるというか、ね、撤去された後はただの止まれとあれになると思うんですけれども、もしくは普通の形の信号機になるかどうかです。意外とここ交通量多いので信号機になると思われますけど、あ、絶対4本越え等式のあの点滅信号ではないです。あれはもう事故の問題なので撤去されます。で、ちょっと奥の方にあるこの信号機なんですけれども、もし UFO 型信号機っていうんですけど、さっきの信号機、あ、さっき言いましたっけ、さっきの信号機がもし撤去されて更新するとこのようになるのか、さっきほど言ったように止まれとかそういうのになるの可能性はあるのかちょっと分かりませんけれども、こんな形の信号機になるのじゃないかという予測はありますが、ちょっと分からないです。まあどっちにしろもうそういうね、 UFO 型信号機っていうのはでもいらない感じですね。もう製造年月がもうだいぶ経ったっていうのもあるんですけれども、そういうことでね、もうどんどんね撤去されていく事実でございます。はい、ということでね、今回はねここに終わりとなっちゃいます。まあ、関東唯一の UFO 型信号機で撤去されるってことでね、関東地方では見れなくなります。私 UFO の形をしたと言われている信号機はどこにもありますかということでね、まあそんな感じです。しかも歩行者は信号機がないのもここだけですので、名古屋の大洲にある信号機とは違いますよ。まあそんな感じですということでね、今回はねこれ信号機動画なんでね、すぐ短く終わらせましょう。またね、次の動画でお会いいたしましょう。それではまた。